東京郊外にある町ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し日々切磋琢磨する満開カンパニー劇団員は、かつての栄光を取り戻すため今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてください。満開ステージ A3 ラジオ。さあ、というわけで今回稽古に励むのは夏組スメラギ天満役陣内翔と、夏組瑠璃川雪役宮崎優です。いや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 、なんと夏組の2人でね始まりますけれども、この2人で有楽町のスタジオからお送りします。優ちゃん、なんと夏組2人ってなんかまたレアだよね。そうですね、いざ新鮮ですよね、こうやって2人で喋るのも。いざ新鮮でございます。あのね、僕はこの間あの太郎ちゃんね、はい、秋組の兵道重罪役の太郎ちゃんと、あの1月10日なのでね、およそ4ヶ月ぶりの出演となるんですけれども、ゆうちゃんが、はい、僕はレイさんと1月31日に、撮ったので3ヶ月ぶりでございますね。これほらやっぱりさ、組がさ、はい、夏秋って組み合わせじゃん。そうですね、なんかすごいね、夏組2人って。どうだろう、夏組の話だけで終わりそうな気もしちゃうんだけど大丈夫かな。広げていきましょうか、たくさんたくさん領域展開していく、領域展開していきましょう。展開していく。ハマってるっすね。ハマっちゃってるから。いやいや、でも俺とゆうちゃんが会うのは、でもやっぱりこの会えない期間も、そうだね、ジンさん の, あの作品には、ね、足を運ばせていただいて、見に来てね、はい、客席と舞台上でありがとうみたいな感じだよね。そうですね、もうさまざまな役をまとったジンさんを拝見させていただいてるので、いやいや、なかなかね、いやもうなんか幸せっす、たくさんのあの演劇に触れさせていただいて。いやもうよく見に来てくれるよね、いやもうそれが生きがいでやってますから。いやいやいや、ありがとうございます。いやもうこんなことばっか話してるとね、ただの陣内と宮崎優のその辺でくっちゃべってるだけの話になっちゃうんで、 A3 ラジオですからね。 A3 ラジオだから、ちゃんとね本題の方に行きたいと思いますんで、はい、さあこの後は僕たち2人でラジオをお聞きの監督からいただいたメッセージにお答えしていきます。はい、満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージA3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は夏組リーダースメラギ天満役陣内翔と、夏組瑠璃川雪役宮崎優の2人でお送りしてます。はい、それでは早速監督からいただいたメールをご紹介していきます。やってきましたね。ゆうちゃんお願いいたしますよ。はい、任せてください。いきますね。はい、ラジオネームさんま様からいただきました。さんまさんから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近一番テンションの上がったことを教えてください。おお、なるほど、シンプルな質問でございますね。いいですね、シンプルイズザベストな質問。テンションの上がったことを、でもあれかな、やっぱりエーステがムービーになるってことですかね。いや間違いないですね。もう映像を まさか、あの舞台の作品を、そう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 、映像で表現できるチャンスが来るとは思わなかったっすよね。また全然違うものになるでしょうね。ですよね、テンションぶち上がったっすよね。だからもうほらストーリーはさ、最初の春夏の、はい、っていうことだもんね。そうですね、もう初めてをどう映像で表現できるのか、初演をまたこうして一から歩み直せるってなかなか多分ないと思うので、うん、ない経験だよね、はい、なんかある種再演のようなさ、うんうんうん、でもまた違う新しいスタートのようなさ、なんか贅沢なことをさせていただいてるよな。そうですよね、うん、ゆうちゃんはどうですか、テンション上がったこと。テンション上がったこと、なんだろうな、いざ聞かれると難しい、ね、いざ聞かれると何ですかね、でもやっぱりライブがまたやれるっていうことはでかかったかもしれないです。各組でね、はい、いやまた本当にライブは各組っていうのは初めてじゃないですか、なんでちょっとスタミナ勝負になってくるなっていうのも、いや本当だよね、どうなるのか全く
我らも知らないですからね。ですよね。なんでちょっと今からちょっとあのジンさんに教えてもらった筋トレのメニューをまた一から、うん、やっときますか。やりつつジムにも行かないとなっていう気持ちで、うん、ね、筋トレ以外にもね、はい、新しく見つけたトレーニング方法があって、はい、ほらランニング、まあね、人様があんまいないところをランニングして、はい、その時にあの走りながらね、はい、歌うんですよ。ってなると呼吸が整ってないから、はい、あの息継ぎがめちゃくちゃしんどい。あ、なるほど。ライブ仕様の歌い方ができると。13月は君の夢をもらった時、はい、リーダー曲もらった時にずっと走りながら歌ってて、はい、全く吸えなくて、しかもマスクもしちゃってるから、はいはいはい、うわしんどっと思ったんだけど、いざそれで稽古場行ってさ普通に踊りながらやっぱ楽だもんね。確かに走りながらに比べると。そうですよね。過酷な環境下でやるのは精神と時の部屋。ぜひちょっと取り入れてみてください。やってみます。過酷な環境下で。過酷でございますけど。歌ってみたいと思います。うん、さあ次のじゃあ、はい、メール行ってみます。さんお願いします。はい、ラジオネーム省エネアンズさん。おお、ありがとうございます。もともと舞台感激とは無縁に生きてきたのですが、はい、ツイッターのフォロワーさんにこの舞台は見てほしいとされ YouTube に上がっている A3 各組の MV を見た時に本物がいると思えるくらい気持ちが前向きになり、それからあれよあれよと旗揚げからライブまで見ました。最高でした。また食わず嫌いをしていた自分の愚かさに気づきました。皆さんは食わず嫌いだったけど知ってみたら最高だったというお話はありますか？なければおすすめの化粧水を教えてください。どういうことやねん。すごいハンドルの切り方だな。すごいですね。急カーブしていったっすね。省エネアンズさんありがとうございます。どうだろう、食わず嫌いだったけど知ってみたら最高だった。なんだろうな。でも俺は、うん、本当にパクチーがダメだったんですけど、はいはいはい、うん、ジンさんにあの連れて行ってもらったお店で食べたパクチーは、うん、もう絶対パクチー本当にダメだったんですけど、うん、あのパクチーだけはいけたっすね。2年以上前ぐらいの話ですね。ですね、はい。お酒ともすごい相性が良くってあんだけ苦手だったものも美味しいと思えたのはあのパクチーが初めてでした。いや美味しいよねあれね。美味しかったっすね。まあ、どういう感じかというと、あのパクチーもね癖あるんですけれども、うんうんうん、そこに鶏のホルモンかな。あ、そうだ。鶏ホルモンをあの焼いたやつ一緒にサラダにしてある感じだよね。あれうまいんだよね。あんなに美味しいパクチー初めてでした。まさに食わず嫌いの話ですけども、はい、じいさんは何かありますか。あれ食わず嫌いっていうよりも、はい、いやこれ手出したら終わるなみたいなのあるじゃん。例えばあのみんながハマってるゲームとかさ、ああいうのってちょっとこう入っちゃうとやばいみたいなのがあって、はい、でも僕はねそれで結局赤澤に念を押されてね、はい、あの始めるわけですよ、はい、始めるはいいけど、はい、あいつは僕ができなすぎて2回ぐらいで捨てるから、はい、食わず嫌いだったものがより嫌いになるっていう話もありますけどね。逆にいやーたまんねーす。もうじゃあ食わなきゃよかったいやその関係値本当俺大好きでともるくんが勧めるからジンさんはちゃんと環境を揃えるのに、そうだよ、もうすぐに一緒にやる頃にはお酒がいい感じに回って、うん、まあね、もう何をプレイしてるのかわからなくなってしまって、うん、もうしまいにはジンさん、みんなでゲームする際に、うん、みんなで通信するアプリを取って、プロフィールのところジンさんのアカウントのプロフィールのところを見たらともるって書いてありますからね間違えちゃったトモルに教えてもらったからもう自分のユーザーネームトモルにしちゃってる時があるから。トモルで設定してたのめっちゃ面白かったもうだってソフトのレベルじゃないからね。そうですね。俺ハードから買ってるから確かにあいつのせいで俺2台ハード買ってるからちゃんと課金して、そうしっかり、いや環境整えて、いやたまんです。まあでもハマれば面白いんでしょうけどね、はい、ちょっと今度お酒を我慢してちょっとちゃんと食ってみようと思います。省エネアンズさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ次のお便りいきましょう。はい、いきますね。うん、ふつおた、ふつおたさん初めてメールを送らせていただきます、うん、私は電車に乗ってる人がどこの駅で降りるのか知ることができる能力が売ってたら買いたいのですが、うん、皆さんはこれくらいの地味な能力で欲しいと、つまり、うん、というものはありますか。なるほどね。これはだから座りたいってことかな。あ、そう、あ、確かに座るチャンスをすぐに伺える能力ですよね、うん、これ。これなんか似た話でさ、なんだっけ、水平思考ゲームってわかる？え、
スエーシコゲーム、あのウミガメのスープみたいなさ。わかります、わかる、はい、なんかあの題材お題が一個だけあってさ、はい、なぜでしょうみたいな、うんうんうん、ウミガメのスープを飲んで誰々泣きました、うんうんうん、なぜでしょうみたいな解いていくゲームがあってさ、はい、この電車で、前に座っている異性からね、うん、例えばじゃあ俺がゆうちゃんの前に毎朝立つと、はい、で異性だったとするじゃん、はい、でその人から私のこと好きなんですかみたいなこと言われて、うん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 、いや好きじゃありません、はい、っていう会話をしました、はい、なぜでしょうみたいな、はい、なんじゃそれって思うじゃん、はい、それね、まあ、結果答えを言うとね、はい、その人がいつもじゃあ例えば有楽町で降りるから、うんうんうん、そっからは座れるから、うん、そいつを見つけたらその人の前に立つようにしてるんだって、おー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 みたいな話があって、おーおーおー、めっちゃ話それたんだけど、おーおーおー思い出しちゃったからもう言いたくなっちゃったさ。なるほど、能力ね、能力、地味な能力で欲しい、なんだろう、地味なやつでしょ、はい、なんだろうな、でもなんか頭の上にそのなんだろう、回数が可視化されるようなそのなんだろう、うんうんうん、なんて言ったらいいんだろうな、あの映画の中のビヨンみたいなビジョンが見えるみたいな、そうですね、はい、その人がチューした数とか、なんかそういう人のチューの数は興味ねえだろ、興味ねえか、なんだろうな、地味な能力が絶妙なとこ行っちゃったっす、あれじゃない、はい、赤信号に引っかからないとかじゃない、あーそれめっちゃ強いかもしれないですね、めっちゃいいよね、もう俺なんて車乗るんで、もうビュンビュン行けるんで、それめちゃくちゃ欲しいな、めっちゃ強いよね、最強っすね、はあるじゃんたまに、あの目的地までもうすぐなのにさ、はい、あの歩いててもさ、はい、なんこの信号2分ぐらい変わんないのみたいなのって地味な遅刻につながりかねないってあるじゃん、確かに信号含まれてないですもんね、うん、あの感じ、いやその能力めちゃくちゃ欲しいな、信号いいね、あとなんかあるかな、地味な能力、地味な能力、あれじゃない、とてつもなくお腹痛い時は、はい、絶対にトイレが空いてるっていう、あーそれもめちゃくちゃ必死かもしれないです確かにそれ危機が、まあね、舞い降りた時にめちゃくちゃ聞きますよね、そういう時に限って入ってんだもんね、誰かが、確かにしかも長いんだよね、確かに、なんだろうねこの神様のいたずらみたいな、確かに人生は分からんもんすね、分からんもんだ、あめっちゃ地味めっちゃ地味だけど、ね、地味だけど欲しい絶妙なとこをつくっすね、ジンさん、あとなんだ、あとなんだ、地味な能力いっぱい欲しいな、花粉症に絶対かからないとか、いやもうそれは最強な能力、最強っすよね、この時期にはもってこいっすよね、うん、あとなんだろうな、むずなかなかむずいっすね、地味って言われてしまうと、うん、でも結構いいの出ちゃったかもしれないね、確かに、うん、良き答えが出たのでは、うん、ないでしょうか、ちょっとなんか喋りながら思い出したらこのお題に戻ってきた、あまたリターンしましょうあもう今日は、あ今回はメール大丈夫でございますか、以上でございますかね、はい、ではでは引き続きね、はい、監督からの質問お待ちしておりますので、はい、出演キャストがねギリギリまで分かんないんでございますよ、うんうんうん、なのでキャスト全体への質問を送ってください、はい、メールが採用された方にはエーステラジオスペシャルステッカーをお送りいたします、名前と住所を忘れずに書いて送ってくださいね、メールアドレスは msa3@allnightnippon.com です、はい、満開ステージエースリーラジオ、FM93AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオエンディングのお時間です、わーあっという間でしたね、いやもうただただチワ話をくっちゃべったみたいな感じにやっぱなってしまいますけれどもいざそうですよね、うん、夏組では5人では一緒にいる時間はたくさんあっても、うんそうだね、いざ2人っていうのはなかなかなかったりするので、ね、なんか公共の場で、うん、公衆の免税で、あの免税ね、免税で、うん、免税店みたいな、はい、ごめんなさい、じいさんとしっかりあの聞いてくれる人がいる場で、うん、じいさんとちゃんと話すのはあのすごく久しぶりな感じがしたので、そうだよね、2人きりっていうのはなかなかないもんね、はい、すごく新鮮な気持ちで、あれ以来じゃない、もう本当まるまる1年ぐらい前の、はい、あのインスタライブぐらいじゃない、そうだじいさんとコラボした時以来だはちゃめちゃなゲームをしましたね、おかげさまで、はい、ゆうちゃんのおかげではちゃめちゃだったんですけれども、お世話になりました、いや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 、はい、番組では、はい、あなたからのメールをお待ちしております、受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com です、 msa3@allnightnippon.com3 は数字の3になります、はい、番組の感想や
出演者への質問を募集してます。キャスト全体への質問を送ってください。番組のツイッターアカウントは msa3_radio msa3_radio です。番組でメールが読まれた方、番組のツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグエステラジオでツイートしてくれた方の中から抽選で番組公式ステッカーをプレゼントします。メールには名前と住所を忘れずに書いてくださいね。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん、これまで放送した番組もアップされています。 A3 ラジオで検索してご覧ください。またこの番組は野球中継が延長した場合、放送配信ともにお休みとなります、うん、放送の有無は直前までわからないので番組ツイッターをご確認ください。さあ、そして、はい、満開ステージ A3 がなんと実写映画化決定。イエーイ、ね、冒頭でちょっとお話しさせていただきましたけれども、はい、ついに2021年12月に満開ムービー A3 スプリング&サマー、そして2022年に満開ムービー A3 オータム&ウィンターが公開予定です。はい、そして満開ステージ A3 ウィンター2021が5月20日から上映スタートでございます。よいしょ、冬組頑張れ。さらに満開ステージ A3 オフィシャルファンクラブが開設されました。こちらも重ねてよろしくお願いいたします。盛りだくさんですね。すごいぞ。詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイトやこの番組のホームページをチェックしてください。ということで今回のお相手は夏組リーダースメラギ天満役陣内翔と夏組瑠璃川雪役宮崎優でした。バイバーイ。